仙道愛知くん。はい。コーリンがいつもお世話になっています。お世話だなんて。コーリンさんがいなければカードファイト部なんてきっと夢で終わっていたと思うんです。ちょっとやめてよ。へえ、ウルトラレアの活動には積極的でないコーリンがそんなことを。タクト、コウちゃん学校行くのも楽しそうだもんね。メッカ、そんな夢を叶えた愛知くん、次に何か目標はあるんですか？今はカードファイト部ができたことが嬉しいんです。まだ部員はこれだけなんですけど。何よ、私のせいじゃ。だから今はこの楽しい時間がずっと続くのを願っています。なんだよ、欲がねえな。奥ゆかしいのです。でもそれが愛知なんじゃない。ごめんなさい。仙道、楽しく部活を続けていくのは構わないが、やはり目標があった方が励みになるのではないか。目標ですか？お前たちにうってつけの話がある。ヴァンガード高校選手権は知っているな？今年からは立浪財団が主催となったことで名前が一新される。その名もヴァンガード甲子園。ヴァンガード甲子園？我が福原はすでにシード校として出場することが決まっている。マジかよ。どうだ、お前たちも出てみないか？でもまだ部ができたばかりで。なもん関係ねえよ、俺たちも参加しようぜ。そうです、私たちの実力を見せつけるのです。どう思います？じゃあ僕たちも参加してみましょうか。ヴァンガード甲子園。しゃあ、燃えてきたぜ。あーやだ、石田は暑苦しいのです。単純なのよ。愛知くん。愛知くんが出るなら僕も出ようかな。レンさん、まったくお前というやつはアジアサーキットの時と同じパターンじゃないか。ああ、こうしちゃいられねえ。ならば早速シード校とファイトだ。おい、そこの犬、俺と勝負しろい。私だって負けていられないのです。徳田美咲、私とファイト寝返るかしら。鳴海朝香、望むところ。愛知くん、僕とファイトしましょう。愛知くんとファイトするのはアジアサーキット以来ですね。はい、喜んで。仙道愛知くん、鉄さんに聞いた君の力、サイクオリア、私はとっても興味あります。あ？そこまでだ。愛知くんをモルモットのように見るのはやめろ。レンさん、僕も自分の力に興味がないわけではないが、あなたのその好奇の目は不愉快だ。鉄、お前もだ。失礼しました。さあ行きましょう、愛知くん。では我々も帰るとしようか。仕事もあるのだろう。コーリン。